1位して、でもこれまずはさあどっちだ、数万は地獄の1万2000、チーソーパーソーならまだ渋川にもチャンスがある、数万だー、1万2000シュンドラドラーか、小林復活の1万2000、痛恨の振り込みとなってしまったのが渋川、これは土田さんの誘導に負けてしまったとしか言いようがないいやー、あのウーピンがいたずらに通ってしまうことがきつかったですね。いやー、パイの巡り合わせると怖いですね。止めてたね、怖い、あれがあんな風に作用するんですよ。あれだって1回前に切ってたら数万掴んでないですもん。そう、怖いね。いや小林、これ明日からの復活になるかもしれないですよ。いい風が感じられますよ僕は。うわー恐ろしい。やっぱり鈴木優が吹かしてくれてる風がね。あとは東京タワーですよね。相当、あ、東京タワーがね、東京タワーと鈴木優のコラボですね。これは789ですよ。ただ小林の国に3色はないので、うん、あったね、ありましたね、うん、ちゃんたまで見てる、はい、っていうのは仕掛けてもこうだて いい感じで、渋川は4万打たないかなと思ったんですけどね。渋川ですね、そこがね、いけるところが攻撃的なジャンプですよね、うん。まあ、時にねああいう宝珠につながることもあるわけですが、その選択する、なんだろう、精神力っていうか、はい、思考の仕方が好成績をね生んでるんで、そっか。もう一つ考えられるとしたら、例えばですけど、まあ魚谷にマンズが高いじゃないですか、状況として、うん、だから小林のローマンは関連じゃなくて絞ってたっていうパターンもあるわけですよね、うんうんうん、だからスッチーマンが最終手出しのローマンに対してというよりは、そればっかりじゃないぞ残ってたパターンはということもあったかもしれないです。まあ、そこは渋川のみぞ知るといったところでしょう。不運な巡りというものはあるものです。この巡りに一喜一憂する、この M リーグ。まあ大谷もあれウーピン止めちゃうんだから大したもんですよね、あの一色手で。本当に渋川を地獄の底へ突き落としたのは魚谷ですね、土田さん。そうなんですよ、僕らは何にも悪くなかったですね。何にも悪くなかった。あれはもう魚谷のプレーがそうさせたと言ってもいいかもしれません。ああ、これリーチだな。広げに行きますか、小林との差を、うん、広げに行きますね。お、旬のポンどうしますか。3900、ごめんなさい、1枚目はどうですか。ちょっと本一もやりづらいですかね、それ以降は。チュンポンしてペーポンして、まあ、ペーが実際こうですけどペーポンしてみたいな。3900なら取るもあるんじゃないですか。あ、そっか、はい、僕ポンするんじゃないかなと思いますね。で親で4000で一発逆転しますんで、3番手との差をね、あの満貫積もられても変わらない点差に開けるんで、はい、ポンするかもしれませんね。うん、それが一番安心材料なんで。あ、今度ポンして転敗取らず。取らずだね。うん、うお、あ、これペーっていうルートは、魚谷ペーからちょっと動きづらいか。いや、ペー寄せてる右に。ポンだ。もちもちが泣けたよ。あのサブローピンを引き入れたことで、これは魚谷一気に本一に向かいます。旬が2枚ですよ。そしてもうドラーカーありますから、旬が泣けずとも8000点がもう確定しています。ピンズの地位で8000点です。さあ小林、これで2面ターツ落としをちょっと見せたくないわ馬は郷さんの現物だし、まだ少しは持ちやすいわね。両目外すより4番パーワンつもぎった方がチューン出やすいんで、はい、はい、だからそれをギリギリ今工夫してるってことですよね。そうそう、ただこの魚谷の5万残しが太しの、これはパーマンもダメなんです。逆にダメなんですよこれ、はい、これはどっち、ダメだったんですね。 どう残してもダメでした。はい、あー、両目打たないか、これ魚谷打ちますよ。4万と5万でしたね、まあ、5万がやっぱり親の現物なので、いやこうなりますよ。
これはもう攻められない選択。うわー、一発だー。1万2000は1万2300。裏1、裏裏、裏裏、またも裏裏、裏裏の太し。園田が乗せられない裏を、た、いやいや、園田も裏裏乗ってる。裏さんが乗せられないだけ。リーチ一発、ピンフドラ、裏裏。これ2回目ですよね。しかも、いわゆる無駄な裏じゃなくて、4班からの2班なんですよ。ね。5班からの2班の場合は、1個でも跳ねまんなんですけど、これ4班から2つ乗せてる効率的な裏ドラハンター、渡辺太志。魚谷4番手ですよ。まずい。今日は後半戦の第1日目ならず。本当だ、どうせならドラ使いたい。いやもうそんなに着地上がんないから3着キープで十分か。十分です、ね、うわー、ゴタニきついな。